待て。そろそろ終わりにするか、菅井。ええ。はるか。坊ちゃんを、なんでじゃ。本庄という東京の刑事を知っているか。何。今日の昼、その本庄に警察上層部からある特命が下されたんだよ。伊達という刑事を見張り、そいつが違法に監禁している赤ん坊とその母親を救出するようにと。本庄、なんでここ。伊達さん、あなたこそなんでこんな真似をしたんです。どういうことだ。誰の命令でここに。伊達さん、これは監禁の現行犯です。無駄な抵抗はしないでください。違うぞ本庄、こいつは遥たちを狙う連中の差し金だ。警察の上層部に誰かが手を回してる。私への命令は正規の手続きで下されているんです。連れて行け。お前ら、女とガキを死なせたくなきゃ指一本動かすな。貴様、おっと、四代目あんたは東条会と陽明連合会をいっぺんに敵に回したんだ。なめてんのだ！てめえも！僕だよ！俺を甘く見やがって！死ね！どけ、すごい。あんたじゃ殴り殺すのに時間がかかる。父は俺の本質を見誤っていたよ。俺にはあの人を超える野心と抑えきれねえ力への渇きがあった。日の当たる道を歩かせようって親心がかえってあだになった。抑えつけられりゃ反発するのが子供ってやつじゃねえか。裏社会でこそ生きるこの俺の才能に親父は気づいていたはずなのにな。伝説の国道クルスタケルの名は俺が名乗るべきだ。だな、10数える前に立て。出なきゃ女を殺す。おじさん。おっと、無理かな。あ？お
踊れはこっちじゃ。岩見さん、兄貴、頭、ハルカとハルトは俺らが守ります。抜け駆けしたわ、後でみっちり説教したるけ。あんたら立てや。立って使わせ、兄貴。兄貴立て。この死に損ないが。お前らが誰に喧嘩売ったか、これからたっぷり思い知らせてやるぜ。ふざけるな。岩見さん、踊れの相手はこっちじゃ。おじさん、もう思い残すことは何もねえ。俺と一緒に地獄まで付き合ってもらうぜ、岩見の坊ちゃん。貴様、お前らだけは生かしちゃおけねえ。全部ここで終わらしてやる。
待て、もうお前が地獄へ来るのを待ちかねてる人たちが大勢いる。お前は極道の世界に仇を巻き込む下道だ。仕事でふがい女とか火を殺せ、撃ち殺せ。投げ棒、くそ。大丈夫です、兄貴。あいつらを頼むぞ、ユタ。しっかりしてくださいよ、兄貴。クソ。よくも気流の兄貴を。
キヨちゃんはずっとあんたのことを気にかけとったんじゃ。三つの時に別れたんちゃったの。覚えてるんか、母ちゃんのこと。写真でだけ。でもお父さんがいろいろ話してくれた。ソメヤが。お父さんの仕事のせいでお母さんは出ていくしかなかったって。お父さんはいつも自分が悪いんだって言ってた。そうか。ほいじゃが、あいつはあんたのことを大事に育てとったんじゃな。のう、キヨちゃん。うん。まさか清美さんが無事でおったとはのう。小清水のやつがかくまっとったんじゃって。小清水は空砲で清美さんを撃ったんです。彼女を助けようと自分で腹刺した染谷に小清水もなんか感じるもんがあったそうで。あいつも世が世じゃったらあんなゲスどもに使われる男じゃなかったんじゃ。菅井と岩見の言いなりになっとる自分にええ加減嫌気がさしただけと違うんか。それでもいいだろ。おかげで清美さんは生きてる。南雲の頭も哀れじゃの。恋敵は清美さんのために自決した染谷じゃ。どうあがいても勝ち目はないじゃろ。しばらくは広瀬一家の立て直しに専念してもらおう。あとのこと頼むな、田頭。松永の兄貴も沖縄に行っても達者でな、雄太。はるかちゃん。もちろん春ともじゃ。キリュウの兄貴のことは残念じゃった。わしらもまだ信じられん。阿川に強い人が。でもこの子は大きくなってもきっとおじさんの背中を覚えてると思います。私も絶対に忘れないです。おじさんとこれまで一緒に歩いてきた道の続きを今度はこの子と歩かなきゃ。部署出たとこで疲れとるやろが、俺らもお前が出てくんのを待っとったんや。話は聞いとるやろ。陽明連合会と戦争が始まるで。四代目の首取られた言うて若い衆がイキリ立っとる。もう止められん。俺も気持ちはわかるけどな。そしたらどないする。六代目クルス・タケルは死に、息子の石見恒雄もぶち込まれた。小清水って男は陽明連合会の跡目として
まだ広島を掌握できていない。何や、今が広島への攻め時や言いたいんか。まあ広島でもうちの報復が来ると思うとるはずや。やるんやったら早い方がええやろ。俺は後悔している。言えた義理ではないが、俺はお前の親のつもりだった。ならば俺は親として伝えなければならないことが山ほどあったはずだ。だが俺はそのことに正面から向き合おうとしてこなかった。そんな俺の前に様々な親子の形が次々に現れた。しがらみや掟に縛られ、子供を純粋に愛してやれなかったことにようやく気づいた親。親を超えることで認めてもらえる、愛してもらえると固くなにまで信じた子供たち。そんな親と子の隔たりが多くの不幸を招くのを目の当たりにした。彼らは親子として向き合っていなかったのだろうか。そうじゃない、彼らは親子の絆を信じていた。それぞれが苦しい定めの中で親子の絆を確かめようと必死で思い悩み続けていたはずだ。ただ彼らには親子として共に過ごす時間が足りていなかった。それだけだ。でもそれはきっと大切なことなんだと思う。だが俺も彼らと同じ鉄を踏んでいた。俺は曲がりなりにも東条会の四代目だった。六代目としてお前を東条会に引き込んだのも俺だ。大吾、俺はお前の親としてそばにいてやる必要はないと思っていた。道島大吾を男と見込んでお前に全てを託していたといえば聞こえはいい。だが俺はお前と持つべきだった親と子の時間を捨てて運命と向き合わず、消せない過去からも目を背け逃げていただけだ。あの親子たちのことを思うと今の俺には言葉もない。そんな俺がお前や東条会の親だと名乗る資格はない。だからこの手紙を読んだ時、もし俺が死んでいたとしてもどうか親の仇を討とうなんて思わないでほしい。俺の命にそんな価値などない。それが俺の最後の頼みだ、大吾。親からもらった遺言を俺は守ります。
広島と戦争はしない。その上で陽明連合会にはこっちから申し出て五分の杯を交わします。キルーちゃんに先手を打たれとったわけか。俺はあの人の手紙に超えるべき親の背中を見た。立派に親やったやないか、キリュウ。またこのビルでスカイファイナンスを開きますんでね。ご挨拶をと思いまして。ああ聞いたよ、おめでとう。それで桐生さんのことですけど、伊達さんは本当にあの人の遺体を間違いなく確認したんですか？ああそうだ。よし、もう一回だな。頑張れ、さあ来い、ハルト。頑張って、ハルト。頑張れ、頑張れ、ハルト。もうちょっとだよ。頑張って、頑張って。おすごい、ハルト。もうちょい。キリュウさんの死を確認したのはあなただけだ。その後遺体は不可解にもすぐ火葬にされちまった。キリュウには遺族がいない。あの日俺が遺体の確認に呼ばれたのは警察関係者の友人としてだ。何度聞いても答えは同じってことですか。いつか本当のことを話せる日が来たら、その時は違う答えを聞かせてもらえますよね、伊達さん。見えるか、桐生一馬君。つい今しがた大道士稔先生が亡くなられたと知らせがあってな。誰だあんたは。私は政治家としてのいろはをすべて大道寺先生に教えられたものだ。今回の野道の一件、マスコミも世間も大騒ぎだ。選挙も近いというのに全く困ったもんだ。火消しに追われて身がもたんよ。まあ時間が経てば火は消える、そんなものだ。だがつまらん火種が大ごとになることもある。超大和型戦艦クルスタケル、岩見恒夫、それらと大道寺先生とのつながりが万が一でも表に出るようなことがあってはならん。そうだろう。もしあんたからマスコミにでも知れれば、先生の名前に傷がつく。するとそのことで過去の過ちを詮索される人間が出てくる。彼らの多くは今この国を支える指導者たちだ。わかるかね。つまり
あんたもその一人で、口封じの賄賂ってことか。いろいろ調べさせてもらったよ。養護施設のことを気にかけているんだって。じゃあ金も必要だろう。私は情け深い人間でね、憔悴している人間に鞭は打たない。それを気持ちよく受け取って全ての秘密を守るという意志、それさえ示してくれればいいんだ。断る。何？全てを秘密にしたいのなら俺の条件を飲め。なんだと？自分が何を言ってるのか分かっているのか？小島大吾という男を無所から釈放しろ。奴が出てこないと広島で戦争が起こるぞ。これ以上の火種は起こしたくないんだろう。そんなこと、貴様、自分の立場が分かっているのか。条件が飲めないんならこの取引はなしだ。秘密に一生を怯えて暮らせ。極道ごときが、なめるなよ。命が惜しくないのか。場合によってはお前が大事にしている人間も巻き添えになるぞ。やってみろ。いろいろ調べたんだろ。俺を本気で怒らせたらどうなるか試してみるか。なら貴様が秘密を守るという保証はどうしてくれる？死んでやるよ。何？あんたの力でこの病院で発行した死亡届を作ってくれ。そうしたら俺は一生消え続けてやる。最後の条件はそれだ。何言ってんだキリュウ。聞いていたろ。俺は消える。俺の死体を確認したとあんたがみんなに伝えてくれ。どうなんだ、この男が証人だ。条件を飲むのか。おい、ふざけるなって。分かってんのかお前。そんな真似したらもう二度と遥かや春人に会えねえんだぞ。そうだろうな。分かった、その条件飲もう。なんでお前ばっかりこんな。遥かや春人、それに俺の周りにいてくれた多くの仲間たち、あいつらを守れるなら俺は喜んで死んでやるさ。背負わせやがって。バカ野郎が。よし、その調子だハルト。できるわ。まずさ、ハルト、頑張れ。頑張れ。こっちだよ。すごいすごい。頑張れ。ハルト。
すげえぞ、やったハルト。ハルト